堺氏は日本の士族である。終わり国の堺氏は本姓を平氏とする一族。越前国の住人で、兵士の死祖高持王より七代、森山越前守る誠実の流れという。平成森山は、元は森山といい、大見国安軍主産より起こり、一流は品濃国策軍に至り、上杉氏継いで武田氏に従属するという。 尾張国の豪族として栄え、その宗家は、尾張守護大を出しの出自として、尾張少守護大を務める家系とされる。堺氏の宗家式の大英6年3月の上に、堺説つもり、天文23年の織田信友家臣として、堺大善助の名が見える。堺大善は、尾張守護、柴吉宗を殺害し、織田信友ともども、その後継。 柴義吉銀の命を受けた、織田信長により攻め滅ぼされるという。また、織田新規や織田軍機には、森山城の家老として、堺木材門の名が見え、その子の名として、堺孫平治の名が見える。さらに、織田信長の家臣として、春日井軍学田代郎を守る堺聖理の名が見えるが、これは、信長の命により、藤原瀬赤川氏族から改正したものであるという。 この他に、姉川の戦いや滋賀の陣で有名な堺聖章は、長州府市、尾張市などでは、庭軍が北村の人とされており、尾張堺市の一族である可能性がある。ありがとうございます。